1983型電車は1984年から1998年まで使用されたロンドン地下鉄のジュビリー線用の電車である。ロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち小さい方のサイズの車両群に属する。1983型電車はジュビリー線で運用されていた1972系電車二次車を置き換え、1972系電車を ベーカール線に転用する目的で製造され、同時期に製造されたディストリクト専用 D78 系電車のチューブ版と位置づけられることが多い。当初はジュビリー線の延伸に合わせて60編成以上の製造が計画されたが、チャリングクロス以南の延伸が中止されたこと、1980年代中期の乗客減により3両ユニット2組を 組み合わせた6両15編成が一時車として製造され、1984年から1985年にかけて投入された。その後1980年代後期に乗客数が上向いたことから、16編成と3両の二次車が追加製造され、1987年から1988年にかけて入線した。1993年に、 ジュビリー線の延伸が決定すると、当初1983型電車に更新工事を施して、延伸区間用に申請される1996、軽電車と合わせて使用されることが計画されたが、主電動機、補助電源用電動発電機などに問題を抱え、片開き、扉のため乗降に時間がかかる1983型電車に、中央扉の両開き扉か等の大規模な、 更新工事を施した場合、車両申請と10%程度しか費用が変わらないと試算されたことから、1983型電車は、全車が1996系電車に置き換えられ、二次車を中心に多くの編成がロンドン各地に留置され、ピカデリー線への転用なども検討されたが、実現することのないまま2008年現在も一部の車両が残存している。 本文中の車両形式略号などは、ロンドン地下鉄の車両形式及び、車両番号の付与方法を参照のこと。アルミム塗装の車体で、先頭部の下半分のみが赤く塗装されている。片側4扉で、運転台付け車両は車端の扉1枚分が、運転室となるため3扉。1938系電車以降の、中部ブ車両としては、唯一 一次車と二次車の外観上の相違は、ロンドン地下鉄のシンボルマークが一次車は赤一色である。一方、二次車は青と赤である程度。1983型電車の車内1983型電車の運転室各車両の中央部に左右各一組のボックスシートを備える以外は、ロングシート。薄茶色の壁、ドア付近はオレンジ、オレンジと黒のシートを持て地であり。 同時期製造の D78 系電車と同様の色彩である。運転室の内装は薄青色で、1次車前車と2次車の5本はワンマム運転導入前に運用開始したため、車掌乗務に対応した設備があるが、1988年3月のワンマム運転開始以降に導入された車両には、この設備がなかった。3両ユニット2本を組み合わせた6両編成で、 運用され、DMTDMDMTDM DM 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 の編成を組む。一時車と二次車のユニットを組み合わせて使用することができた。左側が北側、右側が南側、D エンドである。1983型電車の番号体系は、下表の通り。ユニットを組む車両の下二桁の番号は同一。下二桁01から30が一時車。31から63。 が二次車である。一次車の最後の5ユニットの T 社、4626から4630和合氷装置付き、ロンドン交通博物館、アクトン車庫に3734号車が保存され、2両がブロードストリート駅跡でスタジオとして利用されている。ありがとうございます。